テスラ。テスラはアメリカ合衆国のシリコンバレーを拠点にバッテリー式電気自動車と電気自動車関連商品、ソーラーパネル等を開発、製造、販売している自動車会社である。本社所在地はカリフォルニア州パロアルトであり、社名は電気技師であり、物理学者であるニコラ・テスラにちなむ。 750万ベドルを調達した第一回シリーズ A 投資ラウンドは2004年4月にペイパル共同設立者イーロンマスクによって主導されカンピステクノロジーパートナーズが参加した南アフリカ生まれの起業家イーロンマスクはテスラモーターズの取締役会長に就任し2005年2月には1300万ベドルを調達した テスラモーターズの第2回シリーズ B 投資ラウンドを主導した。この資金提供チームにはバラーエクイティパートナーズが参加した。マスクはバンタジポイントベンチャーパートナーズと共同で2006年3月4000万ベイドルを調達した第3回シリーズ C 投資ラウンドを主導した。テスラモーターズの第3回投資ラウンドは Google 共同設立者であるサーゲイ・ブリンとラリー・ページ。 元イーベ社長ジェフリー・スコール、ハイアット相続人、ニコラス・プリツカーなどの著な企業家からの出資を含み、またベンチャーキャピタル会社のドレイパー・フィッシャー・ユルバトソン、カプリコーンマネージメント、および JP ・モルガン・チェース管理のザベエエリアエキティファンドを加えた。2007年5月の第4回シリーズリーーシラウンドは4500万ベイドルを追加し、 民間金融で1億500万ウェイドル以上の総投資をもたらした。2008年5月の第5回シリーズ E 投資ラウンドは4000万ウェイドルを追加た。イーロンマスク、イーベニに買収される前のペイパル社長はテスラモーターズに個人資金の7000万ウェイドルを提供した。2009年1月までにはテスラモーターズは1億8700万ウェイドルを集め、 また147台の車両を納入した。2007年8月、マーチン・ウェーベル・ハルトの後任に暫定 CEO のマイケル・マークスが就任した。2007年12月、ゼ・イブ・ダローリーがテスラ・モーターズの常任 CEO と社長に就任した。2008年1月、テスラ・モーターズは新 CEO による勤務評価の後、創業時からの数名の幹部を解雇した。 イーロン・マスクによれば、2007年には制御しきれなかった資金の回転率を下げるため、テスラモーターズは、約10%の従業員を減少せざるを得なかった。2008年10月、会長のイーロン・マスクは、CEO として、ゼ・イブ・ダロリーを引き継いだ。ダロリーは副会長になり、取締役会に残留した。2010年1月7日、 テスラモーターズとパナソニックは共同で電気自動車用の次世代バッテリーを開発すると発表した。テスラモーターズの最新型のバッテリーパックにパナソニックのリチウムイオンバッテリーを採用する。2010年5月20日、テスラモーターズはトヨタ自動車と電気自動車の分野における共同開発を行う業務提携契約を結ぶことを発表した。現在は使われていない。 カリフォルニア州のヌミの工場を利用し、数千人の雇用を生み出すことが期待された。この契約には、トヨタ側がテスラの株を5000万ドル分買い取ることも含まれた。しかし協業は進展せず、2014年にはトヨタがテスラ株式を一部売却。トヨタによると、残りの株式も2016年末までにすべて市場で売却した。2018年9月29日。 イーロン・マスク最高経営責任者が誤ったツイートで投資家を惑わせたとして米証券取引委員会に提訴された問題でマスク氏は罰金2000万ドルを支払えて SEC との和解に応じ会長職を退くことに同意した2008年に販売されたテスラモーターズの最初の生産車用ロードスターロードスターはリアドライブスポーツカー仕様の電気自動車であり 車体のベースは、ロータスカーズ、ロータスカーズのものである。プロトタイプは2006年7月に一般に紹介され、またロードスターは、同年12月には、タイム史選出による、ベストインベンションス2006、トランスポーテーションインベンションの受賞者として表紙を飾った。2008年2月、最初の生産型が、取締役会長イーロンマスクに届けられ、 そして一般的な生産は2008年3月17日に開始された。発売から人気は高く9万8000ドル、約1、0円の高値にもかかわらず、最初のロードスター、シグネチャー100は3週間足らずで完売。さらに2007年10月には2回目の100台が完売した。2008年5月2日時点では600台以上のロードスターが予約され、 400台以上が順番待ちとなっている。アメリカ合衆国環境保護庁の認定研究所からの試験結果によると、テスラロードスターの走行距離は 356km221 マイルで、テスラモーターズによると0時速 100km60 マイル時加速が4秒羊で、最高速度時速 201km125 マイル時安全のために、 リミッターが設定されているためと発表している。また、1マイルごとの走行経費は0.02ドルベイドルと見積もられている。非常に排他的だったためロードスターの批評記事はほとんどなかった。初期の非専門家によるテスラロードスターレビューでそれまで公開されなかったいくつかの情報が議論された。ロードスターは完全な電気自動車のためエンジンの始動音がなく、 運転者はチャイムで迎えられる。ダッシュボードは速度と回転数を表示する以外に何アンペアが即座に使用されているかを示す。また残量の状態を示し充電中にも点灯する特別なバッテリー制御スクリーンもある。イギリス自動車番組トップギアのレビューではトップギアテストトラックで同条件のポルシェ 911GT3 と同じ。 ラップタイムを出したが、ロータスよりも重い車重とエコタイヤによる、グリップ低さ、及びサーキット走行時の航続距離の短さが、指摘された。2009年1月11日、テスラモーターズはそのロードスターの高性能版である、新しい、ロードスタースポーツについて、受注を開始し、2009年6月に128,500ドルで、販売を始めた。 2010年4月21日にはテスラモーターズがロードスターの日本での発売開始を発表しロサンゼルス郊外の港で日本向け12台を報道関係者に公開した初出荷分は売約済みで価格は1810万円また横浜ゴムのブルーアースの CM でも使用されているテスラモーターズは2008年時点で2010年モデルとして 導入される予定だったセダンにも取り組んでいた。それがテスラモデル S で当時はホワイトスターというコードネームでこれていた。その段階でモデル S の推定価格は6万ベイドルであり、BMW5 シリーズやアウディ A6 などの車に代わるものとして設計されていた。カリフォルニア州知事アーノルド・シュワルツェネッガーはこの新しいモデルの発表会に出席し、モデル S が カリフォルニア州サンノゼの新工場で作られることを発表した。2009年3月にはモデルエースが発表された。大人5人と子供2人が座れるセダンタイプで家庭用コンセントから充電可能。一度の充電にかかる時間はわずか45分で最高約 613km の走行が可能。わずか2.7秒で 100km まで加速する。 モデル S は、現在は、60、75、90D、P90D、パフォーマンス 90D、P100D の7つの種類に分かれている。燃費も、トヨタプリウスのおよそ2倍で、370km、走っても電気代が500円程度で済むとされた。2012年に発表された、クロスオーバー SUV タイプの電気自動車。テスラは、 スーパーチャージャーという名称の自社の一部車種専用の急速充電器を設置している。スーパーチャージャーは同社の EV 用として開発され、約20分でモデル S のバッテリーの半分、約 250km 分を充電できる。出力は最大 120kW で、車載充電器を介することなく、直接バッテリーへ充電を行う。じゃでも規格充電器の最大モデルの2倍以上の スピードで充電が可能とされる。エントリーモデルである60以外のモデル S 及び X は無料で利用でき、60モデルもパッケージを購入することで利用可能となる。なお、テスラロードスターや他社製 EV には使用できない。都市部向けには小型で充電時間の長いタイプが存在する。また、日本国内においては以下のようにまだ設置箇所が少ないこともあってか。 オプション扱いで、チャデモ企画充電器でも充電を可能とする、チャデモ対応充電アダプターが販売されている。日本国内には、以下の場所に設置されている、2018年12月、現在。テスラは、外出先でも、家庭と同じように簡単に充電ができるよう、ホテル、レストラン、駐車場、ショッピングセンターや、リゾートなどと提携している。各施設に設置されている。 テスラはオールコネクターを使い、買い物中や食事中などに充電する。3時間で最大 200km 分充電可能。テスラモーターズの本社は、テスラロードスターの開発の多くが行われたカリフォルニア州サンカルロスに位置する。工場はカリフォルニア州フリーモントに位置する。2018年、モデル3の生産力を短期間で増強するために、 季節工場横にフットボール状に古文に及ぶ大型テントによる工場を増設して話題とな。テスラモーターズはテスラロードスターの組み立てと設計に関係する施設をイギリスに持つ。テスラロードスターは現在イギリスヘセルでロータスとの協業により組み立てられた。テスラモーターズはモーター生産のための施設を台湾に持つ。これらはロードスターとモデル S に使われる。 2008年4月、テスラモーターズの第1号店がカリフォルニア州ロサンゼルスに開店した。2008年7月には第2号店がカリフォルニア州メンドーパークに開店した。2008年6月30日、同社は当初計画されていたニューメキシコの製造工場を建設しないと発表した。その代替としてカリフォルニアに製造工場を建設することを可能に、 する十分な見返り案をカリルニアは提示できた。その時、その他の詳細は発表されなかった。テスラモーターズは、モデル S 設備とのセクション136の認可を受けるように政府に資金提供を求めている。2008年11月12日、エネルギー長官、米国エネルギー省は、アドバンストテクノロジービヒクルマニファクチャリングインセンティブ、プログラム、 a t テ m i ミップのもとで2009年に年4回与えられ、始まる補助金と直接借還のための適格性と資格の詳細な最終決定を公表した。テスラロードスターのサービス拠点、ショールームは以下に上げる場所に計画されている。テスラモーターズは次期モデル、モデル S、ホワイトスターの営業を支援するため、この数年にわたってサービス拠点を増設すると述べた。 元営業担当副社長、ダリル・サイリーは、1万台のホワイトスターを販売するためには、我々はより多くの流通経路が必要である。と述べた。主要都市15カ所にサービス拠点を増設する計画は現在、進行中である。電気自動車で必要なメンテナンスは、極めて少ない。オイル交換は不要であり。 またブレーキのメンテナンスは改正制度により少ない。ミッションオイル、ブレーキフルード、および冷却水の交換はガソリン車でないため不要である。2010年、平成22年4月21日、テスラモーターズはロードスターの日本導入を発表し、ロサンゼルス郊外の港で日本向け車両12台を報道関係者に公開した。それに伴い、 日本語版ウェブサイトも開発され、ロードスターの予約が開始された。初出荷分は売約済みで、価格は1、810万円。テスラモーターズはいくつかの日本企業及び海外の企業と提携している。テスラロードスターの車体はノルウェーで作られている一方、ブレーキ及びエアバッグはドイツで作られている。テスラモーターズは AC プリープルションのリダクティブチャージングの特許を 認可された。それは数を減らし簡素化する方法で充電をインバータに集約する。テスラモーターズは AC プリープルジョンから認可を受けた技術を組み込むオリジナルの機構、モーター、駆動系部品などの設計と製造を行った。テスラモーターズはロータスカーズと重要な関係を持っている。当時コードネームダークスター、ダークスターと呼ばれていた。 テスラロードスターの最終的なスタイルのためデザイン後、テストが開催され、ロータスのデザインスタジオが優勝した。フロントガラスやエアバッグシステムのように、テスラロードスターは、ロータスエリーゼからのいくつかの部品を含んでいるが、車体もボディパネルのどれもロータスカーズから供給されない。ロータスから認可された、ロータスエリーゼの車体を元にした、車体設計は、 エリーゼの車題を作るために使われるものと同じロースのソフトウェアツールを用いて同じノルウェーの製造業者によって作られた。同様にテスラモーターズと提携する契約の下でロータスデザインスタジオのバーニハットによってボディパネルが設計されたが製造は炭素繊維を用いて第三者の業者で行われた。テスラロードスターの最終組み立てはイギリスーフォークのヘセル、ヘサルにある ロータスカーズで、ロータスカーズとテスラモーターズ両方の従業員により行われる。テスラモーターズの電池技術への探求心は、テスラエネルギーグループと呼ばれる部門を成立することとなる。シンクグローバルが、テスラモーターズの電気自動車用電池の開発と配送を発注した初の顧客となった。テスラモーターズは生産と技術上の遅れにより、計画を保留し、またその結果、 シンクは新しい電池供給者としてエナードルを見つけた。テスラモーターズの動力及び駆動系ビジネスは2008年10月時点で利益をもたらしていた。2010年にパナソニックはテスライ3000万ドルを出資しており、大規模電池工場のギガファクトリーを共同運営している。テスラモーターズは電気自動車版スマートフォーツー用の電気。 駆動系装置を作るためにダイムラーと提携した。2009年5月19日、ダイムラーはシュトットガルトで開催された共同記者会見にて5000万ドルでテスラモーターズの10%の株式を保有したことを発表した。2014年10月21日、ダイムラーは保有するテスラ株約4%を売却、テスラとの資本提携を解消したと発表した。 2010年5月20日 EV そのものや部品の開発も含めての業務、資本提携に合意したとトヨタ自動車の豊田キオ社長とテスラのイーロンマスク CEO がカリフォルニア州で発表した。また先日閉鎖されたヌミでテスラモデル S や共同開発の EV を生産する予定であるとも発表した。2012年5月テスラ製のバッテリーシステムを搭載した。 ロブ 4EV をカリフォルニア州において年内に発売すると発表。2017年、トヨタ自動車はテスラ株、一時は3.15%保有をすべて売却、提携を解消した。2008年3月、テスラモーターズはフィスカーオートモーティブに対する訴訟を起こしたと発表した。ヘンリック・フィスカー、ヘンリック・フィスカーがハイブリッド車及び 電気自動車の設計へ関する発案と機密情報を盗んだストールデザインはイディス、アンドコンフィデンシャルインフォメーションディレ e ッ a ツーザデザインオブハイブリッドアンドエレクトリックカーズとしている。テスラモーターズはホワイトスターセダンの設計のためにフィスカーを雇用したがイーロンマスク会長に基準以下とみなされその設計を採用しないことを決定した。同様に BBC の自動車番組 トップギア2008年12月放送分に対するものがある。これは同番組特有の過激な表現がロードスターに対する信頼性を損なうものであることが理由とされている。また番組中起こったトラブルに対する見解の違いも理由となっている。逆にテスラが他社に訴えられた例としては2008年3月提供したサービスの代金が一度も支払われていないと して、マグナインターナショナルは、テスラモーターズに対して、訴訟を起こした。テスラモーターズは、ロードスター用二段変速機を設計するためにマグナを、起用した。マグナ設計の変速機は、現在のモデルには使用されていない。テスラモーターズは発明家、電気技師及び科学者であるニコラテスラにちなみ、名付けられた。先見の民がアリコ流誘導電動機や、 多層交流の送電システムは彼の考案、設計によるものである。この発明により、はるか遠方から安定した電力を送配電し、提供することが可能となった。これは、トーマス・エジソンがニコラ・テスラとジョージ・ウェスティングハウスとの間で何年にも渡りそう続けた電流戦争の問題であり、最終的にはニコラ・テスラとジョージ・ウェスティングハウスが勝利を収めた。 テスラロードスターの発電機は基本的に参照交流誘導電動機である。2014年現在の取締役会。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。